皆さんこんばんは、どうか清水でございます。イエーイ。ということでね、あゆうの方で、配信ライブということで、収録ですね、ということで今日も、楽しくやっていきたいと思います。挨拶忘れてたね。どうか清水といえばようそろでございますので、いくよ。どうか清水でございます。せーの、ようそろ。ありがとうございます。はい、今このチャットがね盛り上がっていれば大変嬉しいわけでございますけども、今日はね、ちょっといろいろとね趣向を変えて、やってみたいなと思っておりますので、1曲目聴いてください。ペンギン。青い空と向かい風が絶え間なく続いてゆく。みんなみんな飛び立ってく。それでいざと空を見てた。心の中に残してあるいくつもの願い、諦めること諦めている。大丈夫だよ、あと少しだよ、君は君のステージがあるよ。自分の足で歩いて行こう。信じればいい、海はなんて決めてない。風に答えを任せて、道は海まで続く。波の音がここまで届く。感じるまま思うままに歩いて行けたら、返す波のように、自分の心を確かめている。大丈夫だろう、飛び込めばいい、そこに君のステージがあるよ。風を背に受け、両手広げて、目の前にある大きな海が、心の中に残してある、いくつもの願い、捨てられるはずがないから、諦めること諦めている。少しだよ、君は君のステージがあるよ。自分の足で歩いて行こう。信じればいい、海はもうすぐ。ペンギンという歌でした。ということでね、どうですか皆さん、最近の話じゃねえよ、ウイルスの話だってな感じでございましてですね、いつも通りというわけではないけれどもね、こうやってね、画面の前のみんなとねお話をすることができて、とても嬉しく思っております。こっちも元気かな。はい、ということでね、
なんつうのかね、配信っていうかライブなんだけど、もうすっかりステージに上に立っている感覚をね忘れてしまって、一体何分から始めたのかとかね、こう頭の中ぐるぐる回りながらね、スタートさせていただけたわけでございます。うん、大丈夫ということでね、次続きまして次の曲、ジョナサンという曲をお送りしたいと思います。どっちも用意してきたんだけども、そうそう、でカバー大丈夫かどうかみたいな確認をしてね、これやったり、今日はやんないけどこれやったりとかね、したわけでございます。はい、で僕がね
ああいうとかでやっててよかったって思うことがやっぱあって、結局そもそも僕弾き語りのアーティストではなかったんですよね、うん、バンドをやってて、でその中でこうね、なんかいろいろやりながらやったんだけどもっていう時に、このあいうさんと出会って、うん、アニソンにすごい惹かれたんだよね。アニソンイベントいっぱいやってて、アニソンのシンガーさんもいっぱい知り合って、でアニソン弾き語りのジャンルっていう中で、どか清水のここ生きる道を見つけたんだ、そこでね、多分ね。ということで、ちょっとアニソンの弾き語りをやってみたいと思います、みんなスクワットの用意はよろしいでしょうか。はい、機動戦士 V ガンダムオープニングテーマ、スタンドアップトゥーザービクトリー。激しい雨が心を震わせる、あの日のように、ただ走り抜けた昨日までのマイルリー、信じているのさ、終わりのないディフェンスでもいいよ、君が僕を詰め続けてくれ、掴んでみせる Stand up to the victory、 その向こう側に何もなくても構わないから、かけがえのない君の優しい笑顔だ、時が壊してゆく瞳の中に抱きついたサンライ、忘れはしないさ、感じているよ命のリズム、君が僕の心の中にいる限り、掴んでみせる Stand up to the victory、 その向こう側にたとえ悲しみが待っていたとしても、信じてほしい君の涙を見たくないから、
ツダービクトリーでした。はい、ありがとうございます。なんかね、アニメを見たっていうのもあるんだけど、ほら男の子はみんな大好きスーパーロボット対戦があるじゃない。あれのおかげで結局みんなアニメ詳しかったりするんだよね。で俺は好きなアニメも結構みんな知ってて、でもそのロボットは意外と宇宙敵でピンとかねつけられて、えバグだろみたいな感じでございますが、僕の好きなロボットといえばこちらのね、そう、その話をする前にこの間さ、このコロナの自粛中にさ天使にラブソングあったじゃん。あれの曲聴いてるとどうしてもこれと被るんだよね。パクったんじゃないか説があるぐらいね。だから本当はどうかわかんないけれども、そんなことをちょっと話してみてもいいのかなと思ったりしました。僕の大好きな、アニメ戦国魔人ご勝負これ以上洒落てる時間はない。
何がワン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 転がっていくのだろう。ワン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 明日の予定もわからない。どこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる一層聞きながら、何がウォー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 この街に響くのだろうけど、ウォー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 痛いっても仕方ない。無限大な夢の後のやるせない夜中じゃそう先だい。外れも悪くないから捨てしそうな夢に踊めた。ぎこちない翼でもきっと飛べるさ。ありがとうございました。ということでね、これはリベンジだなそもそもね、配信でこれ持ってくる説がね、いろいろあるんでございますが、まあいい、あのね、これがあの等身大なのでね、ぜひぜひ、まあ、いろんなこと言っていただいてね、最後の曲となってしまいました。最後はドカ清水、パンクロックの光ということで聴いてください。次はライブハウスで会いましょう。ドカ清水でした。ありがとう。あの光ずっと同じさ、パンクロックの光、あの時見えた、作ってくれた涙を力に変えてくれたあの光。一人や二人はみんないるだろう。負けたくないやつ、君は何人だろう。卒業アルバム、二度と開かない。破って生きるよ。目の前の光だけ見て、今も見えるよ。あの光ずっと
クロックの光。一人や二人はみんないるだろう。負けたくないやつ、君は何人だろう。卒業アルバム二度と開かない。いつも同じさ、愛うのがたの光。はい。ありがとう。みんな次はライブハウス倒せ。
こんばんは。どうも、アマトフ社畜の岡山あたりです。今回ですね、収録ライブということで、ドキドキなんですけども、とりあえず勢いをつけるために2曲続けてやらせてもらいたいなと思ってます。次は、グラスの中という曲です。いきます。
久しぶりにこの愛の方に来たんですけども、変わらない雰囲気と変わった雰囲気が混ざっていたんですけど、でもそのまま残っていてくれてすごく嬉しかったなと、本当に最初扉を入った瞬間思いましたね。で本当にあの倉持店長しかいない、全然密じゃないみたいな、安心して、演奏できるなと思いましたすいません。ですね、まず2曲やらせていただきました。最初がテンパリングという曲と、2曲目がグラスの中という曲なんですけども、このあいうの型で、初めて披露させてもらって、でグラスの中はこの弾き語りやるようになって初めて作ったオリジナルということでですね、結構思い出深いものなんですが、最近ちょっとライブでやれてなかったので、こういう機会にやらせてもらおうかなと思ってやりました。コメント、サンミナのトンコメドーンみたいなね、楽しみにしてますよ、当日まあ当日あの YouTube で6月13日に配信されるんですけども、皆さんとなんかリアルタイムでチャットができるということで、まあ、それも楽しみだなと思いながらね、まあ、今やってるからすごく不思議な感じなんですけども、さて、まあ、音楽をねやりに来たんで、サクッとまた2曲やらせてもらえればと思います。桜餅という曲と、夕焼けはなぜ一瞬なのかという2曲続けてやらせてもらえればいいかなと思います。桜餅の季節ね、気づいたら終わっちゃいましたけど、まあ、食べましたけどね、もちろん。じゃあやらせていただきます。桜餅。
来年も春は来るし、桜餅は食べれると思うんでね、生きていきたいと思います。桜餅目当てで。あの倉橋店長がすごい動くんですよね、 PM とかですごい動くんで楽しいんです。なんか笑ってるでしょ、それがね、すごい視界に入ってきて楽しいんですよ、ね、それが。はいはい、ありがとうございます。ね、サクサクいっちゃいましょう。なんかあれなんですよね、やっぱり収録なんでいつものライブみたいな感じでは許されないというので、厳しくやっていきたいと思います。はい、いきます。
ありがとうございます。いやいやいや、ね、4曲やらせていただきまして、結構この3月になんか気づいた方も結構いると思うんですけども、3月にライブを、3月21日ですね、最後やらせていただいて、でそれから間が空いて今なんですけども、3月にちょっとやりたかったことがあって、それがちょっとボーカルのエフェクトで少し厚みをなんか持たせるようなこともやってみたいなと思って、ちょっと今回機材をですね緊急で買って試してみようと思って、そういうチャレンジをさせてくれるのがもうアイウムの方のいいところだと思うんですね、だと思うんで、まあ、本当にやらせてもらいました。でこれがその記録で残るんでどうかっていうのもあるんですけども、まあ、ちょっとね新しいことどんどん今のうちにやっていこうかなと思ってちょっとやってみました。で結構その次最後のやる曲なんですけど、バースデーケーキっていう曲もなんかですね、ライブの録音した曲、音源を聞くとコーラスがなぜか入ってないんですよ。言葉怪現象がよくあって、なんかコーラスを入れた方がいいんじゃないかみたいな話も結構あるので、そういう意味でも、一回ちょっとやってみたいなと思って今回ちょっと機材を入れてみたんですけど、まあ操作が難しいのでミスっちゃうことが多かったんですが、まあちょっとやっていきたいなと思います。音楽っていうのが、まあ、コロナでいろいろいじめられてはないというか、まあ、ちょっと難しい部分があったと思うんですけど、まあ、結局こう音楽っていうのはいろんな多様性の中で新しく進化していって後世に続いていくものだと思うので、まあ、その土壌になるライブハウスっていうのがこうやって残ってくれているっていうのは非常に私は嬉しいなと思いますので、まあ、これからもどんどん出演させてください。頑張ります。じゃあラスト、
お誕生日おめでとう。再来週も含めてどんどんね配信をしていきますので、まあ、こういった形で新しいライブの形みたいなものをどんどんね皆さんで作り上げていければいいなと思ってます。それではまた次はねステージとステージっていうかライブハウスでちゃんとね会えることを願ってます。ありがとうございました。小山渉でした。そんな感じです。はい、若い曲をですよろしくお願いします。心マジック A to Z。 何でもないような毎日でもきっかけ一つあったら何変わる変わる大きく変わる本当惹かれ合って触れ合って出会
う意味を一緒に探そう。始まれマジマジ、みんなでマジマジ、心の奥で情熱よ目覚めよう。始まれマジマジ、みんなもマジ夢見て A to Z 楽しく遊ぼう A to Z 心マジコイエーイ。ありがとうございました。心マジコ A to Z 赤の曲を歌わせていただきました。改めまして皆さんこんばんは、真っ赤に教頭です。よろしくお願いいたします。はい、曲目はですね、私が好きなんですラブライブサンシャインのですね、曲を歌わせていただいたんですけれども、この後3曲はですね、テレビサイズで、皆さんがおそらく知っているであろうアニソンの曲を歌わせていただきたいと思います。ルバンソー、いわゆるアカペラでしか歌えない環境なんですけれども、その、環境を逆に生かしてですね、自分の歌の魂をですね込めて歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、まず1曲目は、ベルサイユのあれより、バラは美しく散る。草ぶらに名も知れず咲いている花ならば、ただ風を受けながらそよいでいればいいけれど、私はバラの定めに生まれた、華やかに激しく生きろと生まれた。バラはバラは気高く咲いて、バラはバラは美しく散る。私はバラの命を授かり、情熱を燃やして生きてく。いつでもバラはバラは気高く咲いて、バラはバラは美しく散る。受験オスカル。続きまして、佐々木勲さんの方の、銀河鉄道スリンライン歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。汽車は銀河を越え最果て目指す、星は宇宙の停車駅なんだ。君を招くよ夢の軌道が、さすらい人の澄んだ瞳に命が燃えているよ。心の歌を口ずさむように歩き続けるだろう。泣いているような星の彼方に青い小鳥が、人は誰でも幸せ探す旅人のようなもの。希望の星に巡り合うまで歩き続けるだろう。きっといつかは君も出会うさ、青い小鳥に。ありがとうございます。続けて、ルパン三世の主題歌ソング、キャリー構成さんよろしくお願いいたします。足元に絡みつく
く赤い波を蹴ってマシンが叫ぶ狂った朝の光にも似た P38 この手の中に抱かれたものは全て消えゆく定めなのさ、ルパン三世。自分自身としてはですね、物語の情景がもっともっとですね、描かれるような、すごいうぬぼれた言い方をするとですね、天平画のような雰囲気があるんじゃないかなって思ってみたり、そんなことはないですか？うぬぼれですね、やっぱりやっぱりそうですか？どうもすいません。まあでもそんな感じに、捉えていただけると、非常にありがたかったりはしております。最後ですね。なんですけれどもですね、やはりですね、自分あのオリジナルがあるんで、オリジナルを歌わせていただきたいんですけれども、もともとですね、これもどっかで言ってるんですけれども、とあるアイドルをですね、モチーフにして作った曲なんですけれども、今この、瀬戸でですね、ライブハウス、お客さん入れて、見ることもなかなか叶わないような、姿勢になってますけれども、いつかですね、噂が明けて、お客さんの前で歌うことができてですね、そういう私もですね、このステージお客さんの前で歌うことができればですね、このワンダーライブのようなですね、世界が実現するんじゃないかと思っ てですね、これはもうすでにとあるアイドルのために捧げた曲なんですけれども、捧げるつもりで作った曲なんですけれども、今ライブハウスとお客さんと演者さんの関係になっているんじゃないかと、そういう歌になってるんじゃないかと自分では思っております。では最後になります。わかり共同で、ワンダーライブ聴いてください。よろしくお願いいたします。OK つきます。ワンダーライ乗り越えるさ、みんなに
れる。また来月がお元気高まるライブ。また来明日からの勇気をチャージ。輝きたい太陽が虹を描くから、ステージの上夢の形掴むその日まで、きっときっとやり遂げてみせる君と誓ったこの僕。わからないこの想いは忘れたくない。わからない今ここから君と始まる。わからない熱く響く笑顔がいつも。わからない今みんなの背中を押すよ。きっと守ってみせるよ、きっとみんなが輝ける場所。わからないこの毎日繰り返しても、わからない乗り越えるさ、みんなに会える。わからない笑顔元気たまるらい。わからない明日からの勇気をチャージ。わからない夢の舞台なくしたくない。わからない探し出すよ諦めないよ。わからない君の希望無限大な。わからないわからないもう止まらない。わからないわからないワンダーライフ、ワンダーライフ、ワンダーライフ。ありがとうございました。マッカリ教頭です。本日の授業終わります。これからとも楽しみください。